ノーマンが作りゃいい。脱獄はどうにかなるし、どうにかする。今はまずノーマンだ。レイ、どうすんだよ。逃がすとももちろん何としてでも。クソ、誰一人死なせないために僕が逃げたら計画が変わる。 最初から。ごめん、嘘ついた。エマだけじゃないぜ、レイもだよ。なんかすっげえ落ち込んでてさ。みんな聞いて、いい知らせよ。ノーマンの里親が決まったの。急だけど明日夜の出発よ。 食料は手配する。潜伏は絶対に隠し通す。多少の警備強化は何とかなる。ママを出し抜く奥の手も俺はまだ持ってる。だから生きろ。 ノーマン、明日の昼お前一人で逃げる。ごめん、できない。 俺はこれが一番だと思う。オイル、夜ハウスに火をつける。火事を起こすってこと？そうだ。こうすればいい。街に待たせたごちそうだ俺は。それを今夜取り上げる。お楽しみの収穫目前で。食えると思うなよ。食わせられると思うなよ。食用、商品、知ったことか。 俺は人間だ。ざまあみろ。いいもの見せてやるから黙ってこい。ノーマンからの伝言。は？ノーマン？レオ、真剣。全ては僕と今殺させないため。自分を数に入れていない。逃げる気がないんだ。初めからこのハウスで死ぬつもり。 僕はそんなことはさせない。自分を燃やして火事を起こし、ママを引きつけ、僕らを燃やす。それが例の計画。例が仕掛ける火事を利用して、例を救い、ママを出し抜き、みんなを連れて戻るんだ。下り側だな、憎たらしい。その通りだろ。諦めなくてもいいんだよ。 見て、僕らがありえないと思っていた光景。ああ。